生物地理学における地中海盆地、または地中海地域は穏やかで雨の多い冬と暑く乾燥した夏の地中海性気候である地中海周辺の地域を指し特有の地中海性森林がある。経験則として地中海盆地はオリーブが育つ旧世界地域である。しかし、オリーブは地中海性気候を持つ世界の他の地域でも成長し、 地中海周辺の多くの地域では地中海性気候を持たずオリーブは育たない。地中海盆地とオリーブの生息域地中海盆地にある国家の地図地中海盆地はヨーロッパ、アジア、アフリカの3つの地域に及んでいる。ヨーロッパは北側に位置し、イベリア半島、イタリア半島及びバルカン半島の3つの大きな南ヨーロッパの 半島が地中海性気候へ入っている。スペインとフランスを分けるピレネー山脈、中央ヨーロッパからイタリアを分けるアルプス山脈、アドリア海の東側に沿ったディナルアルプス山脈、西ヨーロッパや中央ヨーロッパの温帯から地中海性気候を分けるバルカン半島のバルカン山脈、ロドピ山脈などの山脈が取り巻いている。地中海盆地は西アジアへも及び、 中央部の温帯の山脈を除き、トルコの半島の西部や南部を占めている。盆地には、地中海の東端にある地中海性気候のレバントが含まれ、シリア砂漠やネゲブ砂漠が東端、南端になっている。北、アフリカを横切るアトラス山脈によって、サハラ砂漠から分けられる地中海性気候が、北西アフリカのマグリブ北部に存在する。地中海東部では、 サハラ砂漠はリビアの切れない下半島北部を除いて乾燥した地中海性気候となっている。欠片の気候区分による地中海周辺地域の気候地図地中海盆地は古代に安定したユーラシア大陸に北方へ動いていたアフリカアラビア大陸が衝突したことで形成された。北へ動いていたアフリカアラビアによって古い鉄使海はなくなりアフリカも その一部であった古代の巨大なゴンドワナ大陸からユーラシア大陸を分けた。ほぼ同時にテチス海の少し前に形成された小さなネオテチス海は東端を閉じられた。この衝突はスペインのピレネー山脈からイランのザグロス山脈まで及び広大な山脈を押し上げた。アルプス造山運動として知られるこの造山運動はほとんどが前身世や 中心予に起こった。ネオテチスはこれらの衝突の間にさらに大きくなり、流気やプレートの沈み込みにつながった。中心予後期の約600万年前、地中海はアラビアの圧力により生誕が閉じられ、海を消滅させた。大西洋が少なくとも69回盆地を氾濫させた時の水底下と氾濫は、ベッシニアン塩分危機で最もよく知られている。 さらに中心夜の終わりは地中海盆地の気候を変動させた。化石証拠からの判断では、中心夜の間の地中海盆地は夏に雨が多く、比較的湿度が高い亜熱帯気候だったことを示しており、このことで商用樹林が成立していた。最後の320万から280年、先進夜時代に夏の降雨が減少し、 地中海性気候への移行が生じた。このような変化によって、亜熱帯の商用樹林は衰退し、これらはイベリア半島や北アフリカの大西洋岸沖にあるマカロネシアに、しがみつくように残存するに過ぎなくなり、現在の地中海の植物が発展し、乾燥した夏に水分を失うのを防ぐ、小さくすべすべした、新葉樹林や、紅葉樹林、寒木が優先するようになった。 これらの森林と干木の多くは人間が居住した何千年かの間に見分けがつかないほどに変わった。現在では以前大きな森林地帯だった自然地域であまり変化していないところはほとんど存在しない。ネアンデルタール人は西アジアや約23万年前に始まったヨーロッパの氷河ではない場所に居住した。人間は10万年ほど前にアフリカから 西アジアへと移動した。クロマニョン人として知られる人間は、およそ5万から4万年前に、ヨーロッパへと移った。最後の氷河時代は、およそ2万1000年前に、最終氷期最盛期に達し、約1万2000年前に終了した。関心世の気候最温暖期として知られる温暖な時代は、氷河時代に続いた。羊やヤギに加えて、小麦、火をこ豆、オリーブを含む、 食用作物は紀元前9000年期に地中海東部で取り入れられ農業集落が作られた。金刀の作物は紀元前7000年期にヨーロッパ南東部に広がった。ポピーや煙幕は紀元前6000世紀から紀元前3000世紀にかけてヨーロッパで取り入れられた。農業集落は地中海盆地まで広がった。紀元前4500年から1500年にかけて ヨーロッパで巨石記念物が構築された。夏季の季節風の強まりは9000から7000年前に湖、川、湿地と草原であったサハラを横断する降雨を増加させた。気候が不安定となった時代の後、サハラは紀元前4000年期に砂漠地帯となった。小麦は地中海盆地周辺で育てられる最も優勢な穀物である。また豆類や 野菜も育てられている。特有の作物としては、オリーブがある。イチジクは、別の重要な果樹、または、柑橘類や考えがある場所で育てられる。ブドウは、重要な、る植物で、フルーツやワインを作るために育てられる。米や夏野菜は、灌漑地域で育てられる。ありがとうございます。